にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、茨城県に来ております。そして向かう先はですね、つくばワンワンランドという、最近茨城県に来る機会多かったんですけれども、いろんなところでその看板を見つけたんですよね。そして気になって調べてみたら、動物と触れ合いができる場所ということが判明しまして、最近ね、動物が可愛くて可愛くてしょうがないんですよね。数年前まではそこまで興味なかったんですけど、ここ数年もう動物園とかも結構行ってますよね。ほんと可愛くてしょうがなくて、今回はですね、触れ合いのできるつくばワンワンランドに、行ってみようかなと思ってます。最近茨城県すごく気に入ってますね。ドライブが楽しいんですよ、天気も良くてね。というわけで、ここから約1時間のドライブです。楽しみます。テレイ。犬のおまわりさん、困ってしまってワン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 。到着しました。つくばワンワンランド。平日なんですけれども、混んでますね。正直ここまで混んでると思わなかった私がいる。それでは、入場してみます。入りました。規模的にはそこまですごく広いというわけではなさそうですけど、雰囲気は良さげですね。さあ、どっから見て回ろうか。園内はそこまで人がいるわけでもない感じなんですけど、もしかしたら今ステージでショーとかやってるかもしれないですね。そっちの方に人が集まってるかもしれない。ワンワンキッチン、豚汁が350円よ。そしてチャーハンも350円。安い。ここで食べたかったな。うわー、いいな、こういう雰囲気好きなんですよね。あえてここで食べる。レースやってたみたいだな、これは。よっ、ご登場。はい、ちょうど今からショーが始まるみたいなので見ます。10分くらいのショーだったんですけど、すごかった。ワンちゃんのショーを初めて見ましたけど、こんなことできちゃうんだ。ただただ驚き。それでは触れ合いコーナー行ってみますか。触れ合いコーナーは人が多くてなかなか入る気になれないので、今展示されている犬を見ています。これはなかなかの迫力のワンちゃんおりますね。男前。ドーベルマン。この子はね、アイリッシュウルフハウンド。すっげえ強そう。でっかい。キャワキャワ。触れ合いコーナーに来ました。大型犬。
でかい。あれあれ、おれおれおれ、いい子いい子。あ、逃げない逃げない。おれ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 。おれおれおれ。あらららら、逃げられる。おとなしいね、いい子ね。立ち上がりましたね。ほんとでかい。そしていい子。イケメン、イケメンを発見しました。柵の反対側は小型犬がたくさん集まっておりますね。こっちも行ってみますか。この小型犬のところは週末すごい混みそうだね。もう今ですらいっぱいよ。あらららら、ひっくり返っちゃって、あらららららら、なんか置いてあると思ったらワンちゃんだった。かわいい、かわいい。ああ、逃げられたね。やばい、かわいすぎた。もうね、ずっと入れます。ずっとあそこ入れるわ。続いて猫ちゃんのお部屋もあるみたいなので、そこも行ってみます。嫌がられた。あの猫コーナーはちょうど休憩時間と重なってほぼ触れ合いませんでした。最後にですね、ワンワンレンタルをしようかなと思っております。オンプちゃんっていうポメラニアンですね。ポメちゃんをレンタルしました。かわいい。餌持ってるんでずっとこっち見てますね。待て待て、はい、餌こっちあるよ。待て待て待て、はいはい、待て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 、はい、痛い痛い、はいはい、じゃあここここ、はいはい、おいしいか、おいしいか、かわいすぎー。どうしたどうした、急に止まってん。餌は持ってるぞ、まだ持ってるぞ。餌を見せてみる。はい。ほり。あれ。はい。お、見向きもしない。はい。あら、どうしたの？眠くなっちゃった？じゃあもう時間だからお別れだね、この子と。どうしても気になる子がいて、またイチャイチャします。ケニョ、あ、ケニョ、おい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 しいか、おいしいか。
というわけでいかがでしたでしょうか。つくばワンワンランド、周りに人がいるのであまり大きな声は出せないですけれども、3時間半以上いましたね。こんなにいると思わなかった。もうね1時間ぐらいで帰るのかなと思ってたのら、気がついたら3時間経ってたっていうような感じですね。もう可愛すぎて可愛すぎて、これ1200円だと安すぎるな。猫カフェとかそういうとこ行くよりね、コスパはかなりいいかもしれない。そして一日中入れるな。もうずっと滞在してる方もいらっしゃいますしね、というわけでこの後はもういい時間なんで、どっかお昼ご飯を食べに向かいたいと思います。ぜひ一度動物好きな方はつくばワンワンランド来てみてください。マジでね可愛すぎてずっと入れるよ。というわけで、今回の旅はここで終了とさせていただきます。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。